こんにちは星唄です、えー、今日も動画をチェックいただきありがとうございます。えー、今日はですね、えー、星豊、新たな活動地が増えますので、えー、そのお知らせご紹介をさせていただきたいなと思っております。えー、この YouTube チャンネルでですね、少し前から収益化が、えー、解放されまして、皆様のチェック、応援のおかげで、えー、ありがとうございます、はい。それによってですね、新しく解放されたエリア、 メンバーシップ、はいえー、それをですね、えー、11月度からですねスタートさせようかなというふうに思っておりますので、えー、今日はそのご案内と、まあ、経緯とかその内訳とかどんなことができるのかなっていうところとかどういう狙いでそういうことをやってみてるのかなとかその辺の話をギュッと話そうと思っておりますのでお付き合いどうぞよろしくお願いします。 さあ、えー、というわけでですね、今回は、えー、僕のオズニアック星ゆうた YouTube チャンネル収益化に伴い、えー、発生しましたメンバーシップ、はい。そのことを具体的に話していきたいと思っております。皆さんメンバーシップ入ってください。はい。えー、あの何もね、言わずつべこべ言わずに即入るよという方にはこういった動画は必要ないと思いますので、えー、むしろどういうものになるかによるという方に向けて あとはメンバーシップって何という方に向けて、えー、主にお話しする動画になるかと思いますので、えー、よく聞いていただければ。で、お、面白そうって思っていただけて、入っていただけて、楽しんでいただければ、これ幸いでございます。きっと皆さんの暮らしも楽しくなると思います。そういうコンテンツを用意したつもりです。紹介させていただきます。あのメンバーシップっていうのが何なのかと言いますと、あの有料で、お金を払っていただいて、えー、YouTube のおー登録者の、登録してるね、えー、発信者の、 新たなな扉を開けるようなことですね、はい、でそれによってそのお金を払ったメンバーシップ会員しか体験できない動画とか参加できない配信とか参加できないチャット欄が開くとか、はい、あとメンバーシップでお金払ってるよということが分かるようなバッジみたいなのがもらえたりですとかあの YouTube のチャット上で登場するバッジねその人しか使えない絵文字がもらえたりとか。 あと様々なさらにプラスの YouTube からは外に出てるところで使えるコンテンツとか特典とかたくさん僕というかその発信者を用意して皆さんと楽しんでいただける場所を新しく作るそして皆様はその発信者のことを経済的に直接応援するそして表だっては言えないこととかあの中でだったら言えるよみたいなその特別な部屋に招待してもらい楽しい空間をさらに楽しむこういった場所かなと思っておりまして。 まあこれ今のは、まあ、メンバーシップ全般のお話ですね。はい、で、えー、YouTube、Google はですね、たくさんそのメンバーシップの具体的な機能とかを用意してくれてるわけなんですよ。で、僕、YouTube 活動自体は3年、4年やってるんですけれども、メンバーシップが開放されたのがここ最近なので、そのメンバーシップってどういうものかをすごく最近になって勉強しましたし、メンバーシップをやる側のことっていうのを初めて今学んでおりまして、結構いろんなことができるんですよ。 その上で、えー、僕のチャンネルではどんなことをやろうかなというのをすごく僕なりに考えました。その上で今から話してみたいと思います。まずプランが3つ用意できました。はい。えー、週、天プ、極みというふうにですね。まあレベル1、2、3みたいな松茸梅みたいなそういうやつなんですけど、3つのレベルをご用意しまして、えー、その3つのレベルで、えー、月額と あとは楽しめるコンテンツ。これが違います。違うというか、1の人は1のやつだけできる。2の人はレベル1の全部とレベル2の限定コンテンツが楽しめる。レベル3の人はレベル1の全部、レベル2の全部とレベル3の限定コンテンツを楽しめるというような、そういう形になっておりまして、金額と内容が違ってきます。はい。で、えー、僕のですね、星豊 YouTube チャンネルのメンバーシップで、えー、用意する3プランですね。 ちょっと回数まで紹介させていただきまます。はい、まずはレベル1、シュ、ヒデかな。<laughs> はい、こちらはですね、月額現状はですね、えね、ー、390円を予定しております。割とライトな気持ちで、お気軽に楽しんでいただけるかなと思っております。はい、からのテンプ、こちらはですね、月額790円をで、現在出しております、はい。これが正直メインラインですね。 はいえーまあ、普通に僕の YouTube のメンバーシップをがっつり楽しみたいなという感じの方はこの店舗に入っていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、ですが790円月額じゃ物足りんともっと来いよ星とてかもっと応援したいよ星のこともっとサポートするよという心意気の終わりの方に向けてですね 極みというプラもご用意しておりまして、こちらが月額2999円、2990円で現在ご用意しております。高いですね。月額2990円のサービスは僕は使ってないな。ネットフリックスの倍ぐらいですか高いですね。<laughs> でもそれに見合った、えー、コンテンツ、特典も用意しておますし、それによって、みたいな話もあの後で解説までさせていただきます。というわけで、ュ、えー、週。 テンプ、極みというスリープランを、えー、現状をご用意しているんですけれども、それぞれのレベルで、えー、何が楽しめるのかをざっくり話させていただきます。はい。まずは月額390円の週でございますが、えー、まずはですね、僕よく配信するんですけど、そこで、まあ、皆様嬉しいですよ。コメントをたくさんいただけるんですよ。チャット欄というのが開放されまして、そのチャット欄でコメントをする際にバッジが付与されます。はい。まあ、そんな僕絵とか描けないんで、 というキャラ物とかイラストっぽいバッジではないんですけれども、色がハンドルネームの横にポンって付与されることになります。薄い色からスタートしまして、えー、皆様がメンバーシップを継続していただいた年月に応じてその薄い色がどんどん黒くなっていくというそういうい仕組みご用意しました。 で現状まあ、未来のことわかんないですけど現状を設定できる結構長めのところということで、えー、1年経ったら真っ黒になります計測が1年経ったらでこっからはちょっとまあ大喜利ギャグっぽいですけど2年経過したらその黒いあバッジは赤になりますそこを目指して皆さん赤いバッジ手に入れてください、はい、というのが1つ。 はい、あとはですね、えー、僕星優太あとそのプロジェクトのウォズニャックに関するですね活動報告動画を週1回目安に更新していこうかなと思っております、はいえーまあ、僕の判断で外に言えることですね活動的にあのバンドで動いている他のメンバーもね一緒にいたり組織で動いているバンドとかは僕が一人で喋っちゃうとちょっとまずいこともあるのでそういうことは言わないですけれども僕が言える範囲のこと であれば、できる限りのことをオープンにして、いろいろ話していきたいなと思っております。活動の裏側とかをですね、がっつり皆様に報告したりして、あとは、えー、情報解禁前の話とか、ちょっとこれは先に皆さんに伝えておきたいなって思うこととかって結構あったりするんですよ。はい。この日、まだ告知できないんですけど、開けといてねとか、そういうことですね。はい。そういったことを結構包み隠さず、言えることは大体全部言っちゃう活動報告の動画を作っていこうかなと思っております。これは週1回程度。 で、それに向けて、まあ、長期的にどういうことを考えていてそれに向かうための今週はどうだったみたいな話もできると思いますので、えー、長く見ていて、えー、チェックしてて楽しい動画になるようにストーリーが生まれるような話をしたいなというふうに思っております。はい。あとはですねあの Twitter の鍵アカそして Instagram の親しい友達向けのストーリーズみたいなことでですねそのメンバーシップ会員しか見れないなんか フィールドみたいなのが出現するみたいでですね、そこに文章で、速報とか、まあ、そこで皆さんに文章で伝えたいこと、伝えられることをた,たまに書いたりとか、写真もそうですねあの、今日ここに行く予定ですとか、今ここですみたいなことですね。はい。イメージしやすいですよね。その鍵やかとか、あの、クローズフレンドのストーリーズみたいに考えればいいと思うんですけど、そんなこともやっていきたいなと思っております。はい。これがですね、メンバーシップの レベル1と言いますかシこれでできることでございますテンプこちらで、えー、できることをご紹介させていただきます、えー、まずさっき紹介したシューで楽しめるコンテンツは全部できますその上でさらに付与される能力といたしまして 二つご用意し,ま,した、はい、まずはですね、えー、僕のソロのウォズニャックとか、僕のソロのライブとかってちょこちょこあるんですけれども、えー、そのライブでですね、できる限り、えー、そういった環境が許す限りは必ず毎回、カメラでそのライブ映像を撮影しまして、それをノーカットで。 ノーハット、ノー編集で、えー、メンバーシップ会員宛ての,のその店舗以上のクラスの人しか見れない動画として公開しようかなと思ってます。そこから後日そこから一曲切り抜いて、えー、YouTube のページ全体に公開するとかってことはあるとは思うんですけどフルで。 かつノーカットっていうのはなかなかいいいんじゃないかなななかかかと思われますなかなか遠方でライブに来たくても来れないとかお仕事の都合で来れないという方他のイベントとかどうしても外せない予定とかぶっちゃっていけないけどライブは見たいんだという方もいらっしゃると思いますのでそういった方に向けてそんなに数はライブの数は多くないんですけどできる限りやってみたいなと思いますのでライブ全出し。 はい、非公開動画っってていいうのを作りりたいと思っております、はい、でここから僕が話すことが今回のメンバーシップ全体で一番やりたいと思っていたことです。よく聞いてください。ここは僕が一番力を入れてるしみんなにも楽しんでいただける可能性が高いと思っております。朝の連続作曲生配信ですね。間違えました。朝の連続作曲配信小説。はい、これです。はい、NHK の朝の連ドラみたいなノリでですね。 もしくは、えー、散財ユーチューバーのドリキンさんみたいな感じですね、朝の連続作曲配信小説という、小説っていうのはノリでつけてるだけなんですけど、そういうのをやりたいと思っております。ズバリ朝活ですね現状、えー、朝の7時45分から朝の8時半ぐらいの時間を目安にしまして、平日も僕のスケジュール的にもう朝から地方に行くとか、はい。 ちょっとどうしてもこの日はこういった予定があるので無理という時を除いた基本的な平日に朝曲を作ります僕。てかもう曲作ってます毎朝。その様子を皆様にもお届けしようと思っております。曲作りは AbletonLive というパソコンのソフトを使っていますのでそのソフトの画面全部とその映像を見ながら曲を作っている僕の映像と、えー、僕のおしゃべり。 その曲でその作曲ソフト内でで鳴ってる音全部ですね、はい、これ自体はもう僕の YouTube チャンネルでたまにやってるんですけどここから先がポイントなんですけど、まあ、僕ここから1年間でこういった活動をしようと思うとか目標設定したりとかスケジューリングをしたりしてちょっと今。 えー、心を入れ替えまして再起動しましてちょっとスケジュールとか目標を持った上で動いてみようということを今やってみてるんですね。でってことはその予定とかも皆様に公開できる範囲のことは全部公開しますんでこのスケジュールの中でこういう曲を作っていこうと思っているので今日はこれを作りますというふうな感じで作曲生配信で朝ね作っていく曲がミックスされてマスタリングされて えー、Apple Music とか Spotify とかにちゃんと正式にリリースされるっていうところまでを全部お見せしようと思っております、はい、YouTube でオープンでやってる生作曲生配信っていうのは、えー、単発が多いんですよねうん今日はこういう曲を作ってみようと思いますみたいなそういうノンビートで新しい機材買ったんでその機材で曲を作ってみますとかボズニャックの過去に出してた曲のリミックスをあえて作ってみますとかカバ,ードカバーを DTM 上で再現してみますとか そういうことを基本的にはよくやってたんですけどメインラインの自分の活動のもう本丸ですね作品作りとか作品リリースに直結する曲を作る姿をできる限り全てお見せしようかなと思っております、はい、なのでなので朝の連続作曲配信小説なんです続きものってことっすねはい 1>, 1回、えー、45分とか30分とかそんなに時間長くないと思うんですけどその時間で曲って完成しないんですよね。叩き台みたいなものとかデモとかは完成するんですけどそれをあのリスナーの方々が普通に聴ける状態になるまでミックスで調整したりとかあの納得いく完璧な状態に届かせるには35分45分って不可能なんですよね。なので1日でできる範囲っていうのは結構限られてくると思うんですけど今日はここまで来ました。じゃあこの続き明日からやりましょう。 続き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 ということで曲が種、アイデアだった部分から完成してもうサブスクにリリースできるというところまでの流れも含めてテンプのメンバーシップの方にはお見せしたいなと思っておりますそしてこれは結構な高頻度で更新されると思います本当どうしてもできない時とかできない週とかは事前にちゃんとお知らせしますけれどもそうではない時は週234とかで めちゃくちゃやると思います。これが僕の YouTube のメンバーシップのメインの活動といいますか、メンバーシップの活動を始めるからこそ立ち上げる企画として、これをメインに伏せてやっていこうと思っておりますので、えー、ここを皆さんにね,ですね、ぜひ楽しんでいただきたいですし、僕の活動も応援していただきたいです。配信なんですけれども、あのアーカイブが残りますので、えー、リアタイで朝忙しい時にそんなことやられても見るのマジで無理という方も安心してください。アーカイブで、えー、毎日、 帰りの電車、行きの車、お風呂を入りながら、飯作りながら、一杯飲みながら、どんな環境でも見てください。はい、というわけでですね、このテンプのところがメインでしたので、ここを厚めに紹介させていただきました。週でできる体験全部プラス、ライブ映像の全リークと、朝の連続作曲配信小説。これを見てください。で、最後はですね、極みですね。 はい、これはもう VIP みたいなノリで用意してましてちょっと半分大喜利半分ネタ的なこともあるんですけれども冒頭で、えー、ちょっと話したようにですね「添付の月額では私は納得できないともっとサポートさせてくれ!」っていう「<laughs> もっと楽しませてくれてるぜ星ありがとうよ!」っていう人とか「応援したいよ」という気持ちのある方とか「心意気のある変態の一部の限られた人になるでしょう」 変態の皆様に向けてですね用意しましまた月額2990円高いっすよね。<laughs> なんですけどあの、レベル1の週、レベル2の店舗で、えー、楽しめるコンテンツは全部もちろん楽しめる。その上で、えー、僕結構な頻度でグッズを出してるんですね。特に通販で。その通販でグッズをご購入いただく際の、えー、割引コ、えードを極みの方には。 こっっそりり教えしようかなと思っておりますですがそれも30%引きになるとか50%引きになるとかってやるとそれ目的の方が入っちゃうのでそうではなくてあくまでも心意気ですね。はい。星を応援してやってもいいとあ。お前の活動を見てやるよという心意気のある方が心意気価格として入っていただきたいのでそのグッズの割引額っていうのも10%程度にさせていただきました。 はい、そこまで魅力的な割引額ではないということは分かってるんです分かってるんですけれどもそういう狙いがあってあえてそういう額で止めたというところをご理解ください、はい、それらひっくるめていいじゃないかと入ってやるよという心意気のある方是非僕のことをサポートしてくださいおれーということでですねメンバーシップこれ3段階用意させていただきました週添付極みいかがですか皆さんは 皆様にとってどこが楽しい、どこが良さそうだなって感じるかそれぞれだと思いますけれども、えー、ぜひですね、お気軽な感じでまず週から始めてみようかなとか、いや、店舗のメインライン行ってやるよとか、いやいや、もう、もう、行くよ、一発、一発極み行ったるでという方、いろんな方いると思いますけれども、どんな方が何人いるかどうか、全くこれから始めるんで分かりませんし、どこに何人入ってもいいです。 でもきっと楽しいことがこれからこの YouTube というところでもさらに行われることになると思いますし、えー、まあ日々の活動の本当に本気の中心朝活っていうのがこの YouTube チャンネル上で始まりますので僕はすごく気合が入ってますし非常に楽しみです。はいで一回入ったらもう二度と抜けれないみたいなさことではないですし多分その レベルですね、はい、レベル1、2、3も多分自由に、その金額が変わってくると思いますけれども、自由に変更できると思いますので、どうかその辺はまあお気軽にお試しっていう感じで入っていただいてもウェルカムです。僕自身もこういった活動を YouTube 上でやるの初めてなので、今後どうなるか分かりませんけれども、まあ、少なくとも1年ぐらいは、まあ、アップデートしながらですけどね、僕の中でも、もうやめますとかではなくて、 えー、半年1年、まあ、1年ぐらいは最低でも続けて、えー、どうなっていくのかっていうところを自分自身も知りたいなと思っておりますし、皆さんと一緒に楽しみたいと思っておりますので、ぜひチェックいただければと思っております。はいまあ、ですが、まあ、こんだけ話しておいて何なん,なんですけど、まあ、メンバーシップはいいやと。まあ、でも配信とか、普段の動画とか、ポッドキャストとか楽しんでるよという方もいらっしゃると思います。そういった方もですね、安心してください。このメンバーシップが始まることで、今まで普通にやってた、 ボブスレイラジオとか作曲配信とかゲーム配信とか日々のポッドキャストとかそういうのを全部やめちゃうとかそれは途中までしか楽しめなくなって残りはメンバーシップの人しか楽しめませんとかそういったことにはしませんので今まで通りのコンテンツは僕はもうやり続けます今後もその上で今回メンバーシップっていう部屋が登場したというふうに認識していただければと思っております。 ということでえ、いろんな方がいらっしゃると思いますけれども、みんなが、みんなのスタンスで楽しめるようなコンテンツ、エンターテインメント、アートを作っていきますので、僕のこと、をよろしければ応援してください。チャンネル登録高評価、えー 投げ銭投げ銭、えー、メンバーシップへの加入、すべてお待ちしておりますので、引き続きチェックよろしくお願いします。ということで、えー、今回はかなり暑苦しい話になりましたけれども、聞いていただいた方、ありがとうございます。というわけで、メンバーシップの概要とかは、できることはあの概要欄に書いておいたりですとか、もうすぐ飛べるようにしておきますので、ぜひチェックしてください。それでは、メンバーシップ、いってらっしゃい。